はい、どうも。タバコ好きな俺の、タバコマニアユッキーです。今回は、手巻屋さんから、購入いたしました。手巻タバコ、久々に、購入してきました。猫ボス、6袋まで280円。そしてやはりね、目玉はですね、ペペの、ダークグリーン。キャッ。はい、こちら。ペペのダークグリーンが右の3つと、で、左下の2つが、リッチグリーンで、左上が1つが、何グリーンだっけ？忘れた。薄いやつな。はい。ダークグリーンナチュラルが、3つ。710円。イージーグリーンが、710円。全部710円ですね。はい。となっております。やはりこの中で、やはり、このダークグリーンを、待ってたんです。売ってたんですよね。皆さん。知りませんでした。僕も知らなかったんですが。おペペのダークグリーン売ってるやんけーと。マジで？っていう感じで。はい。まあ、そもそも普通のペペのリッチグリーンも十分美味しいんですけども。ダークグリーン。これは期待できますよ。100% 無添加。100% 無添加。無添加、無添加。ね。やっぱ安定のね、無添加、やはり一つ問題がありますね。付属のペーパーがゴミカスの、スモーキングのグリーンとかいう、クソペーパーですね。はい。クソペーパーということで。あ、でも色は普通に、何も変わんないですね。普通に、まあ、明るい感じの色。チェのブルーよか圧倒的に明るい感じの、普通の、チェのソースね。チェのレッドと普通に変わんない、色をしてますね。うん、無添加なんで。でも無添加の良さってやっぱりあるんですよ。飽きない。ちょっと香りを。ちょっとわかんない。ですね。まあ、いいでしょう。ジャッカちゃーん。もうこれはいいか。最近これの使い道が。ピュアの、俺、メンソールのロングフィルター。これ3センチのスーパーエクストリームロングフィルター。これを半分に切ることによって、15ミリの、フィルターになるということで。これはコスパがいいということで。発見。いい発見をしました。いい発見をしました。いや今回もペペの、ピュアの200の、いわゆるノーマルフィルター。チャコールでもない普通のフィルターで吸っていきたいと思います。これももうなくなってきたな、本当に。やばいやばい。なくなってきたと。買わないと。よいしょっと。入れてきました。はい。まあ、冬は乾燥するんで、仕方ないといえば仕方ないんですが。まあ、若干乾燥してるんですけど、まあ、いいでしょう。で、安定のこの、チェの、レーベルの、巻き紙を使って、
ぱどうしても乾燥してくると、避けるんですよね。まあ、消耗品ですからね。仕方ないんですけど。ローラーは。俺もちょっとびっくりしたんですよ。え？ダークグリーン？マジで？みたいな感じ。なんか最近そのペペが品薄みたいな感じでなってたんで。え、これ終わるんじゃねえの？嘘！みたいな感じだったんですけど。お迎えが来たようだね。よくわかんねえな。何が違うんだこれ。これもいわゆる吸い比べないとわかんないパティーン、もしくは加湿しないとわかんないパティーンなのか。まあでも、ペペの良さはやはり値段が安い。そして、無添加でなおかつバージニア、バーを使っているということ。無添加 100% バージニアバ。コクを極めた、芳醇な味わい。30g 入りで、値段が710円ということで。これは吸い比べないとちょっとわかんねえ。プラス、加湿しないとちょっとわかんないかもしれないですね。まあ。普通のバージニア。最近ずっとペペちゃうわ、チェしか吸ってないんで。これは、よくわからない。よくわからないぞ。ちょっと吸い比べしてみましょう。吸い比べ。
ペペよ、ペペのリッチグリーンと、吸い比べをしてみましょう。ね。やはり無添加タバコっていうのは、無添加は、基本的に、飽きが来ない。というのが、メリット、ですからね。うん。付属ペーパーが、まあ、ゴミなのは仕方ないんですが。付属ペーパーがゴミなんだよな。色としてはほぼ変わんないですね。ほぼ変わんないというか何が変わってるのか全然わからない。色は何も変わんないと思います。うん。色自体は。色がちょっと黒くなってるとか、そういった類はないですね。うん。まあ、バージニアバっていうのが、やはり、非常に手巻きタバコだとかなりメジャーな存在で、メジャーということはやはりそれだけ売れているということですよね。まあやはりちょっと無添加なんでちょっと乾燥はしてるんで、ちょっとやはり加湿をしてするべきなんですが、まあ、加湿をしないでちょっと吸ってみましょうか。両方ともね。今日はもう起きたらなんかとんでもないことになっていた。むしろこっちの方が吸いやすいな。うん。ペペのリッチグリーンはちょっと辛みがある。まあ、これだから。おかしいな、俺のあれが味覚が狂ってんのか。
むしろマイルドな感じがするね。おかしいな。ダークグリーンなのにマイルドな感じがする。これ一旦保留だな、これ。保留。うん、そうだね。やはり、全然辛さが、辛いって感じが、ダークグリーンにはないですね。ああ、やっぱ辛いね。リッチグリーンの方が辛いですね、これは。これちょっと、いわゆる保留にしておきましょうか。まあ、カイドはちょっとこれは、加湿して、水で加湿していないとちょっと今のところは現状ちょっとできないんでは、後々、普通に、加湿して、ちょっと吸ってみましょうかね。今のところだと、常温の普通に吸ってみた感じでいくと、リッチグリーンの方が逆にマイルドな感じになってます。うん。まあ、そうっすね。マイルドな感じになってるんで、これはもう、後々、レビューはちょっとあれっすね。星は後でつけましょう。ということでご視聴ありがとうございました。